それではお聞きいただきましょう。根尾昂選手のインタビューです。まずドラゴンズ1位指名、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。何度ももう答えてますが、はい、今の率直なお気持ちを聞かせてください。どこに決まるかが分からなかったので、中日ドラゴンズに決まってひょっとしてます。ドラゴンズ与田監督が引いた時、ちょっと表情がほころびましたね。はい、はい、あの時の表情をちょっと解説してください。今どこに行くのかなっていうのは思ってて、まあ4人の監督さんからこう抽選券をこう引かれて、まあ、そこから誰が引かれるのかなってずっと見てたんで、まあ、やっと決まったなっていうところで、はい、ほっとしてああなりました。小さい時着ていたユニフォームにもう一度袖を通すことになりました。はい、その気持ちはどうでしょう。何かのご縁でこういう形で中日ドラゴンズさんに決定させてもらったので、まあ、その縁っていう力をもうこれからもずっと大切にして、チームの力になれるように頑張りたいと思ってます。この後ご両親や地元の方にはどんな報告をしたいですか。まあ、地域の方であったり、まあ、一番近くで両親の力のおかげでここまでやってこれたんで感謝の気持ちを伝えたいですし、これからそういう方々にこう結果で恩返ししていきたいと思っているので頑張りますっていうのは伝えたいと思います。近日中に与田監督にお会いすると思います。その時の言葉、何かもう今考えてますか。でもよろしくお願いしますっていうのは言います。ドラゴンズファンに最後メッセージください。新日ドラゴンズへ、そのチームの勝利に貢献できるように、どんな形でも貢献するように頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。